動こう。オッケー。久々に日本語出しできるな。あー素晴らしい。これさっきと同じ硫酸の上のとこじゃないですか。いやちょっと違う、さっきと同じじゃないけど多分行き着く先は。おお。これはなんだよ、ディオンじゃないか。これディオン今2ぐらいでしたっけ。ディオン2だっけ。1だ。ゴー。オーケー。気持ちいいなこれ。やったね。ここで落ちてみるか。ゴー。おい、一番下まで落ちた。じゃあ、でっかいところがまたない。あ、ここ。ここだって一人で、あ、一人では開かなかった。落ちないといけない。開くんじゃないか、これ。頼むぜ。だいぶレベル4にしてないで言うのがいい。頼むぜ。開け。ゴー、ゴー。よっしゃ。超気持ちいい、これ超楽しい。残りはジャックだけだな。超楽しい。お、明るい。なんかふわってなった。ヤンコ先生みたいになった。よし。赤どっかありましたっけ？いやまだ。とりあえずエレベーター戻る。この部屋があったのかどうか。開いてないやつは青か。ここはもう取ったんですか？エレベーターも青の鍵も取れるかもしれないし、青の鍵はなんか落ちていくところがいいのか、そこだよ。あ、とりあえず他取れるんですか。3、7だな。7だ。3、5、7と2、6、8。じゃあ2、4、6か。じゃあこの7が最下層ってことですよね。来たこれ。深層心理、人の深層心理。うお。あ、僕入ったところじゃない。いや、違うよ。行きたいところでしょ。あ、かもしれない。まだ開かない。どうしよう。戻るしかない。この穴とかどうしよう。ダメだ。そっか、7階に来て、そこから登りつつ来てたの。ああ、じゃあ5階行ってさ、なんか落ちれたじゃん。5階から行ってさ、ジャックが落ちれたから。まあ、そうやって言いますか。最初それ以外のところが変わったの。ああ違う。あれ俺がパスやった先は、あれは青確か。いやそれどっちかな。どっちにしろそこ行かないとダメなんですか。行ってみましょう。よしなかなか順調になってまいりました。一度はここを攻略できないのかという。もうパズルでも嫌になった俺。まあ、パズルの間に寝かせてもらった海を泳ぎ必死に話していると、どこ一つ仲良しで音がするよ。嫌な番号ですね。死の番号。ジャックだけリフト乗らせて落ちたりすればいいんじゃないか。落ちて、でそれで帰りに落ちるか、まあ、どっちがどっちか分かんないからな。帰りに落ちた方がいい。帰りに落ちた方がいい。まずリフトで見た方がいい。リフトで、まあ、とりあえずやっちゃった方がいい。まあ、俺はリフトで行きましょう、翔さんと違って。あ、パズルもう一回とかどうするの。やるためにやる。パズルもう一回とかどうするの。いや、もうお手上げ。よし、よし、これうまっ、これうまっ。ゴーゴーゴー。パズル、素晴らしい。さあ、レベル2であってほしいけど、まあ、なんかこれ開いてくれたら、そう開くんだろぜ。ゴー。あー、これレベル 2で開けるんだ。じゃあ下に落っこちましょうか。あと何かありましたっけ。あ、どうぞ落ちよう。とりあえず落ちよう。誘導に乗るか。よし、ここのそこで落ちる。そこで当たって落ちよう。当たって砕ければ。いやー相当怪我しますよ。よし、これ開けるでしょ。これ開かなかったら怒るぞ。ゴー。頼むぜ。ゴー。ゴー。よし。よし、これでリフトの先を。リフトの先を開けると。あるとき3になると。あとどこにありましたっけ？あとどこ？やってないところとかあるかな。
ここ開けたでしょ。あと階段で登るとこどっかやったかな。そしたら、あるかな。ゴー。あとありまして4階じゃないですか。出てさ、4階出て左側行ったんだよ。2階の押した後のやつ開いてないはず。ああそう、多分。じゃあそっちだ。とりあえずこの青谷、それ左側行った。左側ここなんかに繋がってるの。行ってみます。一応いや、とりあえず取れるとこから先だ。みんなで行った方がいい。本当に乗るか。よしよし、乗るよ。ゴー。上がんねえか。オッケー。何オッケーなの。何もオッケーじゃない。オッケー。爽やかに言ってしまった。何を言ってるんだこの男は。カット。いやー、お仕返しくださいよ。これででもあのパスの先の鍵が開かなかったよな。鍵先が開けなかった。よし。室でどこかに行くんですか。え、塩さんですよ。え、それない。その時間ない。やるって言ってたじゃないですか。あそこはやるよ。あのちょっと待って、ここで決めちゃう。え、あ、そうだ。よしよし、これでどっちがカットをするかという俺は多分無理だ。いや俺は無理です。俺はさ、なんかパズルの時の長い時あんな一発カットじゃないですか。それ以外多分時間が本当ないと思う。ずるいよ、俺だってないもん時間。じゃあこれもう多分気合いにしないかな。悪いけ早いよ。2階行けばいい。2階、あそこに4階からいいよ。いいよ。それで2階に行くときどこか落ちるとこだ。じゃあ2階だな。246と357、他の階層1階は1階と7階は、いや7階はある。1階か。最初のなんか扉あったのってどこら辺でしたっけ。最初の扉、最初青最初だよ。一番最初が7階か。一番最初だよ。なんだっけか。なんだっけな。あ、ここ下行くとこじゃん。あー、ここか。ここ行ったの。なんかここ行った。これでしょ。
ラップすると GO! これで OK だな。レベル4だからじゃあ開けられますね。開けられた。他に行くとこなかったら7階行っちゃった。開けてくる。とりあえず開けましょうか。その中にあったりしてる。その中には青の鍵4があったり。この先はこれで、なんだっけ、ここ緑色のかやつがない。あー、ここだ。じゃあとりあえず7階行きますか。6階はなんだったの。あ、なんか言った気がするな。言ったけど、鍵がかかってないやつだったもんね。もう一回なんだっけ。意外と覚えるの難しいんだぞ。難しいというか、あ、ほぼか。ここで、青の感じだねえな。青今3つ ?3 つ、3つがレベル3。これでじゃあ赤いとこ開けたら青があるんじゃなかろうか。多分ね。これ何しに来たんだっけ。鍵を集めてるだけですけど、財宝探しに来たんだけど、ね、そっちじゃない。ああ、これにあったんだね。シリーズで星の打ち方だいぶ縛られてます。おー、これだ。ここがさあ、開いてもらおうか。開け、ゴン。よし、いい音。それか、緑もありますもんね、確か。緑は開いてた。さっき開けたじゃん。開けてない。じゃあ、パッチーズ。開けてない。それは他の緑。ああ、え、他の緑って何。他の緑です。この前にありましたよ。それは青でしょ。青の前に、青の前に緑がありますよ。ああ、あったっけ。でもなんか緑。ああ、なんてものに座ってやがるんだ。先生、先生は大丈夫よ。アーノルド先生が来てくださったの。出ましょう。タイズの青い扉のエレベーター使うしかない。青いの宝を見つけたと。よかったな、これここ来て。君たちに。おお。金だ金だ。めっちゃテンション上がるな。金だ金だ。じゃあちょっと待ってください。俺の看板だ。これも意味ねえな。意味ねえな。ちょっとじゃあ緑の看板があることを俺が証明してやりますよ。ここの先にあるんですよ。違いない。てかあった気がする。そんなに。ここのラックオプションに来た。だからいいっす。緑は開けた。いや、なんかもう一個あったよな。てかあったらいいなっていう気持ちになった。そう、気持ちが大切。せっかく念願の先生見つけたのに、どうしかとして。よかったな、ここにあったよ。ゴー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 。オーケー。で、これでジーナ先生を。でもあのジーナ先生、てんてんっていうのが気になりますね。あ、そうか、五条のタイトルね。そう、こいつ黒幕とかそんなオチじゃないのか。マジでへへへ、みたいな。え、なにこれ、飛んでくる先生。お、で、青の影で行くとこんな明るい音楽になっちゃってる。先生ついてこないし。ついてきてるんですね、これが。先にいるし。怖い。これでハッピーエンドか。開けよう。財宝取ってないぞ。財宝なかったじゃないですか、だって。でも地底のさ、7階になんか。ああ、あったな。あれなんなんだ。ゴー。開いた。いい音。帰るか。帰りましょうか。あ、何しに来たの、本当に。あ、資源装置作動。ダンジョンを構え、残り60タイム。あ、はい、はい。え、ピッ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 して、やばい、やばい、60秒。あ、セーブ。今、陣長セーブしたぞ。みんな、3人、ダメ、すげえ焦ってる。よし。あ、乗れてね。ゴー。店員オーバー。テイマスオーバー。このエレベーターで。あ、先生降りろ。降りろ。
どうすん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 、まさか本当に降りる気じゃん。え、ちょ、ちょ、あれね、ちょっと重かったみたいに。いや、そんな、そんなことはないんですけど。変容はつらい。シルノ先生乗れるでしょ、大丈夫だから。え、待って先生。ディオン、マックス、ジャック、誰が残るか。これ誰が言っても私が残るわって言うんじゃないの先生。え、どうします、下に青いやつがあったから。いやでもあれは普通の扉だからな。あ、違うか。ディオンダッシュできるし攻撃できるし。ディオン、これ僕はもうリーダーじゃないから先生頼んだ。え、お、え、ディオン、ほんとにディオン、え、動かないんで待っててね先生。え、先生ゲスだよちょっとちょっと、俺ちょっと気取ってるもん、めっちゃめっちゃジャック、ジャック大丈夫かなみたいな感じ。ジャックめっちゃ気取ってるもん。どうすればいいの俺って感じ。どうすん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 。マックス放送時間がない、時間がない。待って、アドロス先生2人とも急いでここ出てちょうだい。やっぱりダッシュの時に思い出しちゃったから。やべえ、やべえ、しかできない。ちょっと、遅えよ。おー、遅え、なんだこの鳥は。遅え、おい、やばいやばい、どうして君たち気づいて出て行ったよ。地面掃除それ大変だ、何して君は。お前が止まる、待つの一人置いてきちゃったのかい。しょうがない、ここ置いてるしないで。おい、ちょっと手伝ってくるよ。おお、なになに、ええ、やめろ。おお、やばい、ちょっと待って、ちょっと、これはもう、これこれはこれは下から風が吹いてる。あー、どこだ、ここボタンじゃないか、あれボタン、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 ボタンでしょ。あ、ここどこ、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 あら、ロック、ロック、ちょっと、ちょっと、待って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 、そう、これ、トランシュ、トランシュ、ジャック、ジャック、これ、あそこだよ。待って待って待って、オッケー、ゴー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 、あのさ、行けなかったって扉だ。あ、はい、ダッシュだ、ダッシュ、行くぜ。ジャックの故障でよかった。あ、ジャックの故障でよかった。ちょっと、やべ、それは、すげえ、手汗やべ、怖え、怖え、まあ、やべ、30、やばい、マジやばい、下行って、ゴー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 、下行って右行って上だ。やばい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 、お前焦りすぎだよ。怖え怖え、俺時間制限いっちゃう。上上上上上、ゴー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 、開いてる開いてる開いてる、よし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 、これでこれで合流して、合流して真ん中じゃないか、真ん中されたんだろう。これはこれは何これ、何これ、早く説明しろ。気球だ、下に人の乗りかぶ、気球がかすれてるんだよ。よし、乗ろうぜ。あれ、火はどうやって使いますの、あ、これだ、多分。ちょっと待って、こうだ、こうだ、こうだ、絶対こうだ。え、何それ、こうだろう。これチームワークじゃね、3人じゃ動かせない、時間の動かせない。僕が体重なら左に重いやつを置いて、右から2人持ち上げて、不意を起こす。なるほど、右側にディオンか。オッケーオッケーオッケー、あ、大丈夫だ。やばい、やばい、チームワーク、チームワーク。A ボタンを強く押して持ち上げよう。もう一回。え？これカウントされてるのかな、時間。多分大丈夫なはず。これすごい。時を止めてる。え、俺、あの、なんかやってる気がするけど。よいしょ。あ、なるほど。こうか。なるほど、なるほど。あよいしょ。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 ゴー！ほら。ボーっとなぞ。オーケー、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 オーケー。は？よしよしよし、気球がパンパンだぜ。よし、行け行け行け、19号、19号、行け行け行け。あー、ラットロックだ。あー、お宝、なんだこいつら。俺、釣り体験、お前ら来なくてええわ。 A ボタンを押して勢いをつけよう。これ俺、はいはい、頑張って、連打、連打、うわー、13秒しかない。3秒、2秒、ゴーゴーゴー、あ、おー
俺の杖、空調よかったー。レオだね。いや、シロさんが連打始めないからもう強く押してるって言うからさ、書いてるんだから気球と間違ったことにしよう。まあ、これで結局、なんもなかった。ということでね、あー戻った、演出だ、あー演出かというわけで、なんかもうまとめちゃったんですけど、今あのポケモンショックに持っていかれないために、あとどうでしたか、やってきてマグラス。いやね、ごめんが異様に難しかった。これ難しかったです。第5章が異様に難しかった。異様に難しかったですね。それまではそうでもなかったけどさ、でも楽しかったですね。そうだね、謎解きもなんか最後鍵こう集まってくるんだ。解けた時面白かったな。一緒に来なかったな。おー、あったな、こんなこと。懐かしい。ほんと懐かしいってくらいの期間実はやってますからね。ずっとやってたというわけじゃないんですよ、ね、全然やってなかったから。どうでしたか、まあ、ショーは初マショーにして初エンディング。初マショーにして初エンディング。
どうですか皆さん、まあね、本当に早いのお付き合いいただいて、これ10時半9時半のやつですよ。9時半10時10時か。さすがにやり直しただけの男やったんだよ。ちょっとんだからけど帰る。あったな、ゲコ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 タンがテクニカルサポート、いけた。これ懐かしいって本来ならいいんですけど、さっきやり直してる塩さん見てたからなんとも言い難いんですけども、あれ本当にいろいろして、ここは俺がやったんだな、やり直したと。ああ3年か。そうスペシャルサンクス SMC デバッグチーム、ありがとうございました。ありがとうございました。いや最後の演出で今本当に脳が持ってかれそうになった。これ遠く目に注意書きしといた方がいいな。注意とか言うと88番あれ1224つ番号。そうか、懐かしいなこいつ。いや本当に懐かしくない。さっきやったけどこれもう4面前来ちゃったあ確かにだいぶもうまとめに入ってきてるので。おお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 さじんじゃねえかって思うんだけど、俺どうぞ死んでますよ。おお無限頭部ダン。もうそこまで来た、ピリエあの先生とだって女の先生とマッチョがつながるということで一つガチムチすぎだったとね。結婚しちゃうんだな。マッショーチームの冒険の成果、集めたラックロックは80個、困ってる人を助けたとは 94%。 高いじゃん俺ら。高いすごいんじゃない。ということは、あ先生、先生おっぱい触りましたね。ご結婚の君たちはもう少し頑張ってほしい。俺この先生嫌いだだこいつ。バイバイ。じゃあまた、バイバイはい終わり。なんだよ、もう少し頑張ってほしいチームって。